では行きます。M1 チップの Mac、MacBook Air です。一番安いやつで、Python 使えるまで。 ちちちょょっっっと環環境境設設定定一緒にやっててきましょうかこれ環境設定ってプロでもめめゃゃくんどんぐらいめんどくさいかって言ったら10人中11人は途中でやめちゃうんですよめんどくさくてなんで10人なのに11人かっていうと、まあ、10人いてでその人たちの面倒を見てる僕も一緒にやめようぜって言い出しちゃうからですよだからそんな感じです10人いたら11人嫌になってやめちゃうってそんぐらいなんですなんで途中で嫌になってもそれ当たり前ですからいいんですよ嫌になっても普通の人こんなん楽しい 楽しいいいいい言ってやっててやる人ななんんかか絶対でいでいですすらねでいいんですもう最初見て「あもうこれだめだもうめんどくさいめんどくさいやりたくないやりたくないいいいいいいって思ってればいいんですよでもただただちょっと思い出してみてちょっと時間がある時とかまあでもなんか坂本っていうあいつがなんか環境設定やってたなとじゃあもう一回見てみるかとで見てみるぐらいので2回3回ぐらい見といて見とくと何がどういう風に進んでるかっていうのが分かるんでこう心理的抵抗っていうのが少なくなるはずなんですよ多分ね多分ね動画で流れになってますからなんでこう何回か 見てもらって、あ、まあこんな感じなのかなと。じゃあ、まあいろんなツールもあるし、坂本が言ってたクリッピーとかね、そこら辺のクリップボードの履歴管理があれば、コピペもまあ楽だし、いいかな、やってみるかなみたいな、まあそんな感じで、その程度でいいと思いますよ。じゃあやっていきましょう。いきますよ。まずターミナルっていうのをひ開きます。ターミナルね、ほい、ドン。そうするとほら。 みんんな大好きターミナル出てくるんですよやばいなこれ黒いから僕の顔が映っちゃうなんでサングラスかけなきゃいけないんですけどサングラスかけるとサングラスが曇ってですね全く何も見えなくなるっていう困ったなこのフローもちょっと考えなきゃいけないでこれ見てください前のこの1個前の動画で Mac に入れるべき3つの超紙アプリのうちの1つ ShiftIt っていうものを使ってます これで右左右左上下上下で振る振るみたいなねできます。これできるとめちゃくちゃ楽なんですよ。めちゃくちゃ楽。なんでかっていうとこの次にコード書いていくんですけどコードを書いていくときに ほら、ターミナル裏回っちゃうでしょ裏回っちゃうでしょいちいちこう、こうやって、こうやって切り替えるのめんどくさくないですかあ,あ、ちなみにこの切り替えはコマンドとタブで切り替えます。なんで、これを左に寄せて、ターミナルはこっちの右側にやっときたいんですよ。そしたらコード見ながらターミナルいじれるでしょそう、作業効率が半端じゃないんですよ。半端じゃない。 半端じゃないっすよいやーこれやばいなもう実際にやり始めるまでもう多分ね3分ぐらい経ってんじゃないですかねまあのんびりいきましょうのんびりのんびりねこれ一発でできる人ってまずいないですからね大丈夫っすよであっ p p l ルさんはこのターミナルって出来がめちゃめちゃ良くてそもそも OS が UNIX なんですね Apple さんは。なんでもう Python をやろうとすれば Windows で Python やろうとしたらもう大変ですよアナコンダ入れてでどうするんですか仮想環境作んなきゃいけないんですかいやーもう僕多分 Windows で Python 使えるようにしてくれって言われても嫌ですね多分走って 逃逃げげまますすよ走ってでこっちの方をターミナルの方をいじくる前にですねちょっと僕が作ったこのコードを見てみてくださいあやばいと思ったら別にやばくなかったここら辺生パスワード入れちゃったかなと思ったら全然全然大丈夫でしたでこのプログラムまずこっちからですねこの左側のプログラム何をするかって前の動画でも言った通りに 僕、Kindle で本を読むのが大好きなんですよ。Kindle u アンリミテッドでね、こんな感じで。これは僕が大好きなこういつも言ってる立花明が、アメリカの経済学者、ウォルター・ブロックっていう人が書いたですね、もともとは擁護しにくいものを擁護,擁護するっていう本だったんですよ。で、それをまあ、意訳して、不道徳な経済学みたいな感じで。 こう一般的にはですね、なんていうんですか、一般的にはけしからんみたいな人たちを、まあ、経済的に、論理的にちょっと擁護してみようかなみたいな、そんな話なんですよ。これね、立花明ってめちゃくちゃ面白いですよ、これ。これやばい、中国人とかホリエモンとかポイ捨てとか、環境を保護しない人たちとかを擁護するんですよ。この人たちを弁護するならどういうかみたいなね、なんかすごい怒られそうですけどね。さあで,ですいませんねもう ででこれをですねいつもこのスペースキーでこうポンポンポンって押しながら読んでいくんですよ。でこの MacBook Air 軽いんで読書がめちゃくちゃいいんですよね椅子に座って読んでて疲れたら今度ソファーで足を上に上げて読んでそれでも疲れたら今度はベッドでお腹の上に乗せてラッコスタイルで読んでそれでも疲れたら今度は体を横にしてこれをこうやってやって読むんですよ本を。もううどんんんだだけ本が好きななっていう話なんです ただ、これをね、これをこう押して、やっていかなきゃいけないっていうのが、たまにちょっとめんどくさい時があるんですよ。こう、指一本でページを送れる。で、このシフトを押しながら、このスペースを押すと、ページが前に戻るんですよ。これ、文字だけなんで、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ほら、環境保護しない人たち。で、次、行くと、ほら、見てください。意図的な粗悪品理論の嘘ってあるでしょ。シフトを押しながら、スペースを押すと、前に戻るんですよ。で、これでもいいんですけど、これでもいいんですけど、例えば、これぐらいでかい画面のやつだと、PC じゃないとまず読めないじゃないですか。で iPad ならなんとか読めるんですよね。むしろこれよりもでかいぐらいなんで iPad の画面が。じゃあ iPad で見たいっていうときに、わざわざまたこの Kindle の画面、アプリで読みます遅いんですよ。遅い。遅いのが嫌です。だからこれをスクリーンショットで撮って、もうスパン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 、めちゃ早い。超スピードでいつでもどこでも読めるようにしてやろうっていうのが僕の作戦です。言ってることわかりますもう先に本題行った方がいいですね。でも大丈夫。実際に、 動くアプリに関しては別の動画で出しますから、多分これよりも先に出すんじゃないかな、あ、できました、全部環境設定終わりました、プログラム動くようになりました、これですみたいな感じに出すんで、まあいいでしょう。で、この動きをシミュレートするんですよ。ページを送ったらスクリーンショットを撮る、ここですね、こっからここまで、左上からここまで、このスクリーンショットのアプリも、 過去にもう紹介してますからでスペースキーを押したら同じ場所をもう一回スクリーンショットを撮るこの動作を繰り返しますこれを Python でプログラミング組んであるんでただですねこれ見てくださいこれを実行しようとするとコントロール R で実行してるんですけどエラーが出てるんですよでこのエラーは何かっていうとコードの中に2バイト文字日本語が入っちゃってるから 一番上のところに、文字、使う文字を UTF-8 にしろっていうのを書けっていうエラーなんですよ。これも調べてあるんで。でも、ただですね、ああこれも言わなきゃいけない。あ、これも言わなきゃいけないか。まあ、じゃあ、のんびりやりましょうか。まずはこのエラーを取るところ。意外に簡単にあっさり取れますよ。余裕です。じゃあ、やっていきましょう。で、さっき言ったターミナル。ターミナルにはもう Python が入ってますね。Python、んぷっ、ほら。Python って打つと、ここのところで、見えますちょっと待って。 ここの上打ったの、ここがパイソンって僕が打ったんですよ。そうすると下の方に結果がパッと出てきて、Python の2.7 is not リコメンデットって書いてあるんですよ。これ何かっていうと、Python の2.7が今動いてますよっていうことなんです。で、Python は今ですね、2、でっかく、そのでっかい数字で Python2 のバージョンと Python3 のバージョンがあって、今もう3のバージョンなんですよ。でもただ 昔作ったコードを動かすために、Python の2も残してあるんですよね。で、Mac はデフォルトだと、Python って打つと、Python の2の系列がバージョン2ですね、バージョン2だと思ってください、バージョン2、Python2 と Python3 が出てるんですよ、もちろん Python3 の方が新しいんで、いろいろモダンになってますし、動作速度も速いと、ただ、昔作った、その Python2 で作ったコードも使えなきゃ困りますからみたいな配慮なんでしょうね。そのうちこのデフォルトが Python2 じゃなくて、Python3 になるはずです。 で、こうなって、で、まあ、これ今やったのが確認です。今、デフォルトで動くバージョンが何かなっていうのを調べました。Python2.7.16 になってます。これ、Mac もう最初から入ってますからね、余裕ですよ。 で、一回この画面、もうこの Python のプロンプト入っちゃってるんで、Python の画面なんですよ、これ。わかんないと思いますけど、もう言われたことそのままやってください。もう考えちゃだめです。感じてください。考えるな、感じろですよ。で、考えるな、感じろで、で、感じたらちょっと考える。これがプログラミング上達するコツですよ。考えて考えてやってもダメなんですよ。もうどん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 先に行く。で、実際に動くコードをコピペ,コピペでも何でもいいですから。 自分の PC でうまいことコピーして、ボタンを押して、それを実行して動くっていうので、ウハウハしてみる。まずそこまでいきましょう。まあ、そんなこと言ってる僕がね、全然進んでないですけどね、これで何分だ多分もう10分ぐらいいってんじゃないかな。で、いきますよ。この画面を一回抜けなきゃいけません。イグジットって押します。で、ここの画面限定なんですけど、イグジットって押して、このカッコカッコで閉じなきゃいけないんですよ。ピッと。ほら、そうするとこれ戻ったでしょこれで戻った感じになるんですよ。 じゃあ次に Python の3が入ってるかなって。いや、3入ってるんですよ。今度はパイ上は Python だったでしょ。今度は Python3 って押すんです。びちょっと時間かかってる初回だからかなお、うん、そんなことないですね。スパッと来ましたね。ほら来ました。Python の今バージョン何かっていうと、Python の3.8.2。ほら、Python3 でいってるでしょ。なんで、これを見るとわかる通り、まあわかる通りって言ってもわかんないと思いますけど、 まあまあ、これはこれで置いときましょう。まずここで1個まとめますよ。まず、Mac でプログラミングをやろうと思ったら、ターミナルからいじるのが王道です。アナコンダ、よく、アナコンダ入れましょうみたいなこと言ってる人いますけど、僕はアナコンダは逆に初心者にとっては混乱の元だからやめた方がいいと思う。もうこのまま、おとなしく素直に Mac のターミナルのやり方をいじくった方がいい。なんでアナコンダをおすすめしないかって、ちょっと言っとくとですね、 仮想環境っていうのを多用するんですよで、仮想環境って何かっていうと まあ仮想ですよ、仮想。パソコンの中にちっちゃいフォルダを作っておいて、そこに Python の環境関係をこうぶち込んでいくんですよ。で、それって、初心者には向いてないんですよね。もうバリバリ開発する人たちが、例えば Python3、今度は3系統の、なんだ、3系統で作りますよ。で、使うモジュールとかライブラリーはもうこういうので、もう決め打ちでいきましょうよ、みたいなのでやると、環境が1個しかないと、わざわざそれをもう一回構築しなきゃいけないじゃないですか。だからめんどくさいから、仮想的に1個フォルダを作って、まあ、フォルダを作って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 あれですよ。例えばの話ですよ。 まあ実際作られるんですけど、まあ、仮にフォルダを作ってそこに今回の開発の環境をみんなで合わせてそれ全部ぶっこんで入れときましょうっていうのがバーチャル環境仮想環境。 あのー、学習を一番最初に始める人、仮想環境なんかやんなくていいですよ、コマンドを覚えなきゃいけないから、まあ人にもよりますけどね、人にもよります。なんで僕はもうめんどくさいんで、仮想環境っていうのはもうあんまり使わない、仕事以外では、でも仕事でもあんまり使いたくないですね、もうその案件ごとにもう合わせちゃう、もうそれでもう全部やっちゃう、もうめんどくさいから、で、で、でですよ、ここのターミナル、覚えてください、ターミナル、この黒い画面ですね、緑にしたりする人もいますけど、まあ見やすいからなんですよ、白よりも緑の方が目に優しい。 でこの画面で Python をいじっていくいじっていくんですけども基本的には何かモジュールとかライブラリをインポートしなきゃいけないよっていう時があるんですよその時はこのターミナルからターミナルの Python にインストールしなきゃいけないってことなんですまだ今分かんなくてもいいです覚えておいてください後で絶対やりますからね 先にちょろっと言っとくと、ここのですね、このターミナルの中に Python のモジュール、何を入れるかっていうと、ここちょっと見えてますよね。PyAutoGUI っていうモジュール入れます。で、Time は標準で入ってるんで、 入入れ入れませんそんそな感じですじゃあちょっとやりましょうか。でこれもまためんどくさい話なんですけどパプログラミング言語ってもう何もう全部全部入ってんじゃないのもう一回何かやれば全部使えるんじゃないのって言われるといやそうでもないんですよそうでもない。でこれがプログラミングの最大の長所であって何かっていうとオープンソースなんですよオープンソースソフトウェア OSS って言われたりするんですけどこのオープンソースだと仕様が もう公開されてますんで自分で好きなライブラリとかモジュールとかっていうのを作り出すことができてさらにそれをコミュニティ、まあ、例えば Python コミュニティにこれ作りましたよって言ってって、まあ、承認されたら承認されなくてもいいんですけどいいものはねみんな使い始めるんでその使ったライブラリを使えるんですよなだから何て言ったらいいんですかね例えばこの PyAutoGUI ものがね始まってないんで何とも言えないですけど 詳しくは実際に動いている動画は別で作ってますからそれを見てください。で PyAutoGUI って言ったらマウス操作とか画面に映っているものをどういうふうに操作する,するかっていう。 天才の神様が作ってくれた使用書ですよまあまあまあ見てればわかると思いますけどなんで要はプログラミングができるってことは基本的な構文ができるっていうのがまあ一つの一つのね到達点なんですけど最終的にはライブラリー適切なライブラリーをどこでどういうものを使ったらいいのかみたいなねそんな感じに尽きると思いますでそこまでやっちゃうともう同じですどの言語でも大体同じまあ僕はまあプログラミングやるって言ったら JavaScript とか、まあ、あとプログラミングやるって言ったら JavaScript とか Python かぐらいですね JavaScript なんかもう見たくないみたいな過去のトラウマがあるんで、もう v a s c r i p t なんか絶対やりたくないですけどね、絶対やりたくないですけどね、まあ、やるなら Python ですね、Python もやってて面白い、AI とかね、開発とかいろいろ、裾野が広いというか、なんかやってて面白いというか、もうようこんなん考えるやつらいるよなっていうぐらい、だから巨人の肩に乗るって僕いつもよく言ってると思いますけど、 もう巨人の肩に乗りまくりたいんだったら、もう Python ですよ、Python 一択。はい、長くなりました。で、PyAutoGUI を入れるんで、もうこれ何も考えずに、PIP3 インストール PyAutoGUI って打ってください。はい、そうすると PyAutoGUI っていうのをこうやって入れてってくれます。あ、ほら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 、なんかプログラマーっぽいでしょ。こういうの見てて、 すごいアレルギーある人いるかもしれないですけど、僕はね、好きなんですよ。これ見てるのがたまらなく面白い。でちなみにちょっと言っときますけど、PIP っていうのが Python 関係のモジュール、ライブラリをインストールするシステム、インストーラーみたいな感じなもんなんですよね。で今見たら PIP3 になってますね。このコマンド言っときゃよかったっけなまあいいか。まあそんなにね、そんなにやってもしょうがないですからね。この環境設定入門っていうのを細かくやれば、 いくらでも細かくできるんですけどそんなに細かく言ったところで役に立たないですからねもう僕やる気の何て言うんですかやる気曲線みたいなのって最初がマックスであとはどん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 やる気なくなっていくと思うんでなるべく最初に楽をして楽をして最初のやる気ある時にかなりのところまで進んでほしいんですよそんな感じなんですよでピップのこのおおマジパイオート GUI 入れるだけでもこんなに依存関係あるの依存関係何かっていうと 1>, 1つ入れただけじゃ動かないから、この、例えば PyAutoGUI を動かすためには、他にもいろいろ必要なのがあるから、まとめて全部入れますよっていう、あ赤くなった、赤くなった、きた、これ多分ね、エラーですね、嫌な感じがしますね、でもやってますね、ピローがなんかうまくいかないって言ってるな、<laughs> くそ、めんどくさいか、これめんどくさいか、やめます、やめますか、みんなして、今何やってる、これ、PyObjectC とかやってますね。 うーん、これ長くなるな。長くなるんで僕ちょっとトイレ行ってきます。切りますよ。見たいですかいや、見なくてもいいと思いますよ、これは。よし大体終わりました。で、エラー出てますね。この、いろいろ赤いの。でもですね、これどうするうーん、うん、うん。あ、わかった。コマンド間違えた。須藤さんでやらなきゃいけない。須藤さん。須藤さんって、スーパーユーザー権限を与えるんですよ。だから、須藤って入れてからもう一回ピ スリーインストール、えー、パイオッド GUI ほらでほらパスワードってあるでしょパスワード入れなきゃいけないんですよこれちょっとお見せできないんですけどここでパスワードを打ちますこのマックにこの Mac に入るときのパスワードを打つんですよ打つんです打つんですけど今僕打ちますよこれ <laughs> なんかすごいハッカーになるとこの打ってるときの音で分かっちゃうんですって 困りなで打ってるんですけどここのところ米印いかないんですよこれセキュリティ意識が高くてここにパスワードの米印出ちゃうとそれですらパスワード漏洩の危険性があるとこうなんて言ったっけなショルダーオン・ザ・ショルダーハッキングとかっていうハッキングの手法があるんですけど典型的なハッキングの手法で肩越しに相手の画面を見てパスワードを盗み見するっていうただそれだけなんですけど。 まあそんなもんも防ごうっていう感じなんですよ。でも入れたんでこれエンターを押すと始まります。ピッコパスワード違ってたりしてねいけますね。よしよしほらこれで入りました。 まあ同じことやってるだけですよ。同じことをね。もう入ってるものに関しては上書きインストール。さっきイン,スあのインストールミスったものに関しては権限付きで入れると。で、このシステムというかターミナルで動かすものに関してはシステムの深いと。また真っ赤になったな、一気にこの野郎。なんだこりゃ。んんんんんんちょっと気になる、ちょっと気になるけど、まあ大丈夫。パイオブジェクト c コアってちょっと見えましたね。なんか,なんかここら辺が鬼門なんですよね。 前のマックでやった時もここら辺ちょろちょろちょろっといじらなきゃいけなかったのがあるんですよ。でこれ僕あのほんとここまで見てくださった方申し訳ないんですけどあのまずピッ のをアップデートするの忘れてましたそんなもんですよそんなもんですよそのプログラマーでさえね忘れますからねこの環境設定っていうのは一回やっちゃえばしばらくやらないんですよなので僕なんかこれこの Mac 買う前に確か3年前ぐらいかな3年前ぐらいに15インチの MacBook Pro のいいやつメモリ16ギガの SSD が512確かね35万円から40万円ぐらいしたと思いますよその時に Python 一式ドーンと入れてでそれ以来ですからね もそれれは忘れますよだからプログラミング学習するときに初心者からいきなりこれをやれって言われたらそりゃ嫌になるでしょ。もう10人いたら11人逃げ出すっていうのも分かるでしょ。で、ほらやっぱりエラー出てるでしょ。で、最後のところを見るとここに書いてあるんですよ。Y の PIP のバージョンが19.2.3。でも20.2.4っていうのが今使えるよと。だからお前ちょっとそれ新しくしとけや。で、かつここのところに。 コマンドも書いてあるコマンドっていうのは僕がさっきピコピコピコってやったのがそのコマンドなんですよコンピューターと対話するための打たなきゃいけないでピップインストールアップグレードピップって打てって言ってるんでまあそのままおとなしくやりましょうかピップインストールでスペースのバーバーアップグレードグレードピップほいどうだ なんだどういうことだこれ、ピップって書いてあるのはップ入らないんじゃないか。まあ僕は分かってましたけどね。これ多分ここピップ3にしなきゃいけないんですよ。アップグレードピップ3だ。なんかもう間違ったばっかりだ。でもいいんですよ。間違えるっていうこともありますよ。あれはなんだ PIP3? またエラーだ。g o o d not find a version that satisfies the requirement PIP3 from version none。うん。エラーのマッチング、ディストリビューション、found for PIP。 めんどくせえめんどくせえあ適当にやったら入ったと適当にやったけどなんだこれなんかよく分かんないなでもこれ本当はねあんまりこう適当にやるとね変なのが入っちゃったりするんであんまり適当にやらない方がいいんですよダメだもういいやもうこれでいいやちょっと動くかどうかやってみましょうこっちに戻りますよ僕が書いたあこれも設立しないとこれエディタって言われるやつですプログラムをこう書いておくんですよこっちのターミナルの方でも Python3 に入ってですね p y t h o n 3に入って、あれ間違えた。p y t h o n 3、あ、入って、入りましたよね。t h o n 3に入って、ここに書いてあるものと同じものをここに書けば、同じような結果は得られるんですよ。得られるんですけど、いちいちこっちに全部書かなきゃいけないんですよね。このターミナル経由でやると。なんで、めんどくさいから、こっちに書いといて、こっちに書いて、こっちから Python を読み出すっていう方が楽でしょう。ここのところで アトムのランナーっていうのが入ってるんですよ。アトムオートランナーだったっけなそういうモジュール、パッケージ入れてあるんで、まあ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 ,まあ、まあ、やりますよ。ちょっと待ってください。これ実行してみましょうか。ほいほい。ほい。多分ね、エラー出ますよ。ほら、エラー出る。でこれは分かってるんですよ。原因は何かって。このアトムのランナーで走ってる Python のバージョンが2だから、バージョン2だから。でも僕はこのコードはバージョン3用に書いてるんですよ。バージョン3用に。 だからここのアトムに読み込んだこのアトムランナーのデフォルトで立ち上げる Python のバージョンを3に変えましょう3に変えましょうめんどくさいもうねググればいいんですよググればあちょうどソーシャルブレードありますねソーシャルブレードって皆さんご存知ですか YouTuber の評価サイト過去何回ぐらい再生されていてどれぐらいの勢いでチャンネル登録者数が増えているかみたいなそんな感じなんですよ割とねこれ見ると面白いんですよねなんかあ これぐらいいで増えたたのかみたいなチャンネル登録者数がちょうど今日また10人増えましたね昨日おとといで10人ぐらい増えましたねなんか僕が何気なく Vlog でその MacBook Air を買うまでのものをカメラ回してたんですよで特に何のテーマもなく適当に6分ぐらいのやつを出したらそれがえらい人気でえらい人気なんですけど高評価8件低評価7件みたいなすごい僕の動画ではあんまりないようなそんな感じなんですよウケますねでちなみにソーシャルブレード ここの収益あるじゃないいでですすかこれは甘いですねソーシャルブレードのものの大体倍ぐらいお金もらえてます僕の動画長いのが多いんでねそういうことになるんでしょうねただ最近のものは全部この携帯電話この携帯電話だけで完結させようと思って広告を細かく入れてないんですよななんんで収益っていう面からいくとそんなに 上がらたぶん30分の動画とかでも広告1回2回ぐらいしか入らないんじゃないですか途中で途中にこう挿入するっていうのを今やってないんでね後でやろうこれでこれじゃないとできないんですよさあじゃあいきますよ調べましょうか ちょっとなんか変なの出てきちゃうと編集めんどくさいんで一回切ります。まあプログラミングって大体ググリですよ。ググリ力ですよ。で、アトムランナーのデフォルトが Python3 になるようにってこれ、サジェストで出てきたんですけど、僕がしつこく調べてるからですよ。これです。Mac のアトムで Python3 系を適用する方法。多分まあこれじゃないですか。Python をパパッパッパッパ、これかなこれかなまあこの3つぐらいじゃないですか。 でちなみにですね皆様これあのこう開いて読んで戻ってとかやっちゃダメですよやっちゃダメです。 このコマンド、Mac の場合は、コマンドボタン、こことここに2つありますから、どっちでもいいんで、右手が元気なら右手を使いましょう。で、コマンドを押しながら、ここをピコってやると、裏でひら開きますから、裏で開いて、もう完全に読み込んで待機してくれますから、その方が早いですね。で、これがアトムランナーの公式か、公式も開いておきましょうか。間違いないですね。はいはいはい。よし。で、これでコントロールタブで、この次のタブに行きます。次のタブ、次のタブ、次のタブ。 コントロールシフトタブで戻る戻る戻るですなるべくこのマウスはもちろん使わないマウスはもちろん使わないしトラックパッドですらもあまり使わないとまあこれでちょっとやっていきましょうか見つかりましたねあっさり聞いたこれでいいでしょうやりますいきますよ超めんどくさいですよ超めんどくさいですえー、これアトムほらこうやって右側に調べた対象調べ終わったものでこっちを操作するものってやると楽ちんでしょ これができるとめちゃくちゃ楽なんですよ。で、これに書いてある通りにやりましょうか。なんかアトムランナーで起動させる Python のバージョンを指定する方法って複数あるみたいなんですよね。でも多分ねこれが一番わかりやすいです。で、ここのところでまずですねこのセッティングの画面を出すのがめんどくさいと思うんですよ。普通の人はわかんないと思います。 なんで、最初のこの左上映ってますね。おー映ってる左上のファイル。あ、これ、あれもしかしてピンと持ってかれてるお、すごいね。iPhone 11ってこんなに何ボケちゃうのいいそんなにボケなくても。で、ここのファイルからいきますよ。うーん、全然ファイルじゃなかったな、これ。どこだ ?Atom の、これな、どこなんだめんどくさいな。プレファレンスでいいのかなプレファレンス、うん、多分そうだな。 プレファレンスで今開きましたもんね。もう一回やってみましょうか。Atom からプレファレンス。おー、いいね。よし。プレファレンスで開くということは、キーボードショートカットでもあそこのところ開けます。コマンドと、コマンドと、このチョンです。チョン、チョン。ほら、ほら開いた。これで開いて、で、ここのところから見えますかここら辺のところにインストールっていうのがあるんですよ。これが、社外品のパッケージ、ちょっと便利になるプラグインみたいなのを入れるところなんですよ。 で、ここのところでですね、アトムランナーっていうのが出てきそうなもんなんですけど、なんか出てこないじゃないですか。まあ僕がここを押して多分間違えたんですけど、この下だ、オープンコンフィグフォルダーっていうのが見えるんですよ。これがコンフィグ関係のフォルダが全部あるんで、これを押すと、一気にバーンと出てきます。ほら、来た。これ来たよ。で、さっき、ここの、これですね。ああ、しまったな。おお、めんどくせえな、これ。 映っちゃいけないのがまた映っちゃったりしてね。ここに書いてある、ここのディレクトリここのディレクトリを見に行けって言うんで、見に行きましょうか。パッケージの .atom フォルダーのパッケージのリブの中の、これですね。この中にある Python の値を Python3 にしろって言うんで、これも Python で調べちゃいましょう。めんどくさいから。Python、んそうすると、2個しかないですね。ここかここだ。どっちだって見ると、あ、やばい。これ、見ちゃ、見せちゃいけないものが。 で、Python なんでここを Python3 にすればいいんですよ。ここを3にしてセーブして切って念のため Atom を一度再起動しましょうか。再起動ってコマンドあるのかなあるのかなないのかなちょっと調べます。うん、ないみたいなんで一回落としちゃいましょう。コマンド Q ですべてのタブを落としてアプリケーション終了。ないっすよねないっすよねそしたらもう一回これで Atom ってやって開くと。 で多分これで動くんじゃないですか。動かなかったらどうします非常にめんどくさいですけどね。じゃあここのところ、Kindle コピーでちょっとテストしてみましょうか。Ctrl R で実行。<laughs> またやっぱりダメって言われてんな。なんださっきとは違うエラー出てますね。ランニングは Python3 で行ってるんで、これは問題ないんですよ。今度このエラー何言ってるかっていうと、PyAutoGUI が入ってないぞって。だからやっぱりインストールのところでうまくいってなかったんだ。あ、めんどくせえ。 やりますこれターミナルに戻って PyAutoGUI がちゃんと入ってるかどうか調べたんですよコマンドは WhichPyAutoGUIWhich っていうのはこの w h i c h p オ a u t o g u i って打つと PyAutoGUI がどこに入ったんだっていうのを教えてくれるんですよで答えが PyAutoGUINotFund だから見つからなかっただからうまいこと入ってないよってことでしょだからこれエラーを見なきゃいけないなえー、もうそんなん絶対嫌でしょ 絶対嫌でしょ。というわけで、もう今日やめようかな。もうめんどくせえな、これ。こう、こら辺は綺麗に入ってるけど、入ってないかな。まあ、そしたらね、そしたらね、これは何からやっていくかっていうとですね、ピップのバージョンをちゃんとやりましょうかんじゃあ。ね、そっから、そっから何しよう。ピップのバージョンをきっちり入れよう。まあ、ここで怒られてますからね。 これはねピップインストールでこれでダメなんだやっぱりねどうなんだろうなピップインストールちょっとしばらくやりますきたやっとできたよさっきのピップ3インストールアップグレードピップの前に須藤須藤さんつけましたスーどーって言ったり須藤さんって言ったり人によっていろいろですけどあーこれ成功したコマンドはどっかにメモ書いとこう概要欄に書こうその方がいいですよね これこれがあれですよ、巨人の方に乗るってことですよ、僕が失敗して、僕が時間をかけて僕が調べたものを、皆さんは何の苦労もなく、その上に乗っかればいいんですよ、ただ何も考えずに、僕が今これで買ったアップルの M1 チップの MacBook Air、11月26日の夜19時40分にやったものに関しては、もうコピーして貼り付ければ、皆さんの Mac で絶対に動きますからね、絶対に動きます、だってサラダも何もやってないですもん、そういうことですよ。あの 巨人の肩に乗るそういういことです,そういうこ,とですでこの動画見てあやってみようと思った人は先にですねもうこのコードだけコピーしてターミナル立ち上げてターミナルに入れてインストールだけしちゃった方がいいですよ。これでまた時間がかかると1年後は多分そのコードをコピーして貼り付けても動かないことが多いです。 よし。最新版になった PIP3 経由で PyAutoGUI を入れてます。多分ね、いいんじゃないですかいいんじゃないですか頑張れ、頑張れ。おおおおさっきまでエラー出てたところ、全部クリアしてますね。クリアしてますねって。いや、全部読んでないですよ。なんとなくですよ。なんとなく体感で。いけてんなこれ赤が出ずにずっとやってくれればいいんですよ。 そのパイオブジェクト C。んんパイオブジェクト C でいいのかなちょっと早すぎて読めないな。あははまたなんかエラが出た。この野郎。この野郎。ピローがダメだって言ってる。ピローがダメなのか。ちょーめんどくさいですね。まあいいや。いや、こんなもんですよ。皆さん、こんなもんです。あの、 普段いじくってる僕だとしたって最初から環境設定やるったら重いっすよ。気が重いですよ。こんなもんですよ。ここら辺もうまくいってるかないってるかなちょっと成功したコマンドだけ書き留めとかないと忘れますね、これ。ちょっと書き留めます。一応僕のスラックのチャンネルに成功したものは入れておくと。 でですね、これがですね、ほら、出てる、出てる、エラーが。で、これ、しょうがない、これ、見ますよ。見ていきます。おっぱいパイオブジェクトシー、オブジェクトシー、オな。オブジェクトシオブジェクトシー、なんだ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 、ほうほうほう、めっちゃ出てるね、これ、だめですね、入らなかった、入らなかったんでしょうね。 ああ、なんか、調べなきゃ、あれですけど、ちょっとなんか嫌ですね。アンサポーテッド CPU タイプって書いてある。これ、もしかして M1 チップがダメってことってことだとすれば、だとすれば、俺の力じゃどうしようもできないぞ。おおおおおどういうことだ。うーん、ふーん、ふーん、ふーん。怖いな。ちょっと調べてみないと、あれですね。まあ、日本語のコミュニティでは絶対情報出てこないから、まあ、英語のやつで調べるしかないですね。 ないっす、ね、あーでもプログラミングの場合のエラーって調べるの楽なんですよ。これだなっていうところをですねこうコピってコピってコピってググれば多分どん底で出てくると思いますよもう2時間ぐらい調べてるんですけどこれねこれが PyObjectC の 作ってる人のページなんですよでここのイシュートラッカーイシュートラッカーっていうのはなんか問題がある場合はここら辺でみんなで話ししようぜみたいな報告してくださいねみたいなおいおいなんだなんだネットワークが切れてるじゃないかどういうことだでここのところざっくり見てたんですけどなんかねビッグサーになってから OS が新しくなってからインストレーションフェイルド インストールが失敗するよみたいなことを言ってますね。なんか、エラーも同じ。そんで、このヒゲの人がですね、This will be fixed in PyObject の7、今6なんですよ。7でフィックスするぜ、治るぜ、治るぜって言ってるんですよ。でも、ただ、このヒゲの人が作ってんのそうなのわかんないけど。あ、オーンディスリポジトリ。あ、この、これがこの人がオーナーなのか。あ,あ、そうだ、オーナーか。じゃあ大丈夫だ。もうこの人が、 フィックスするって言ってるから、もう待ちましょうよ。さすがにね、ここらへんのモジュールコミュニティに貢献できるほど僕、プログラムできるわけじゃないんで、もうこの人たちが、もう今これできないよと、同じエラーも起きてるんで、オーナーさんがですね、もうこれは次で治るから大丈夫だよって言ってるから、もう待ちましょうよ、待ちましょう。まあ、初物、特に M1 チップですね。M 1チップの とととかだこ、まあ、こういういもありますよでもですねこれが出たのが11月の17でしょ確かで今日26日で10日も経たずにもうすごい9日前か出てすぐだな出てすぐ状況把握して直すって言ってるこれがオープンコミュニティの良さですよで,でこれってプログラミングやろうかなって思った人ってよくあるよくあることなんですよ,よかった僕も失敗できて最初 パイオート GUI を入れて今まで作って使ってきたプログラムをこの M1 チップで動かそうと思ったでもインストールでエラーを吐いた原因を調べてみるとこの GitHub のページまでたどり着いてこのモジュールのオーナーさんがこういうふうに言ってるよこれですよ結局動かなかったけど大事なのは過程ですからねあとはこのページを追っかけてバージョンの次今これが6だから7になれば治るっていうことでしょうまあ楽しみに待ちましょうか まあそんな感じですよ。えー、また低評価つくかなこれ。困ったな。いや、でもまあそんなもんですよ。というわけで、今のところ、この M1 チップの Mac で Python を自由自在に動かすっていうわけにはいかないのかなということですかね。まあ、のんびり待ちましょう。というわけで、今回は以上でございます。